家族に身体障害者がおり、公共機関なんかは同伴者含めて半額とかで乗れたりする。高速道路ももちろん割引になるんだけど、当時は役所に申請すると割引チケットの綴りがもらえて、使うたびに記入して生産の時に渡して割引してもらってた。どこから聞きつけてきたのか、同じ町内会のAママから何度か、いいないいな、ただでもらってるんだから1枚くらいちょうだいよと言われていたが、本人も乗車の上、障害者手帳も提示しないといけないので面倒くさいからそれは言わなかった。もちろん丁重にお断り。ある時、その障害者の家族が他界した。町内会のママさんたちが何人かグループになって証拠をあげに来てくれたんだけど、そこにAもいた。証拠後お茶を出して少し話をしたんだけど、彼女たちの帰り際にAが、こんな時なんだけど、あの割引チケットくれない？もういらないでしょ？とありえない一言が。ついでに、車椅子のマークと、紙、緊急時の停車許可証ももらってあげる。いらなくなったら、私たちが処分するから、と、ニコニコ顔で言われてドン引き。そばで、その発言が聞こえていたママに怒られながら、外に連れて行かれてた。初七日も終わり、しばらく経って、家の中も落ち着いた頃、車上荒らしにあって警察へ。いろいろ荷物を置いてあった後部座席が結構荒らされてたけど、盗まれたものがティッシュやクッションなどの小物や消耗品だけだった。他は異常がないのをさっと見てとりあえず終えた。それからしばらくして警察から電話が来たので、クッション見つかったのかなとか思ったら、なんとその A 夫婦が高速道路ただ乗り未遂達単身事故で逮捕されたとのことだった。詳しく聞いてみたところ、A 夫婦が家族旅行で使おうとし、窓口で手帳の提示を求められて、それを拒否。窓口のおっちゃんに疑われて慌ててゲートが閉じているのを無理やり突破後、他のレーンの車とぶつかりそうになって避けたら壁に追突したらしい。小学校低学年だった A 子は、この時にまともにシートベルトをつけていなかったためにフロントガラスに直撃。外に放り出されるのは免れたらしいけど、その時の衝撃で頭から顔にかけて大きなあざのような傷ができてしまった。A は、これは私からもらったんだ。番号だって合ってるだろ。あいつに騙された。とか言ってたらしく、うちに電話が来たらしい。慌てて車のダッシュボード内を見てみたら、チケットが全部切り取られていて、外側のケースだけになってて、薄っぺらくて存在感がなかった停車許可証もなくなっていることに気がついた。不注意だったんだけど、番号はそのチケットの綴りのケースに書いてあって、それをメモっていた模様。罪のない A 子、若干親の背中を見て育ってる感があるけど、には申し訳ないが、この一連を知った時に天罰が下った、と心の中で思ってしまった。